2024年シーズンも交流戦が終わり、巨人の強みや弱みが明確になってきました。王座奪還を目指す巨人が後半戦に向けて勝ち星を積み上げていくには、その弱みを改善するための戦力補強をしたいところです。特に外国人補強やトレードの期限の7月31日が近づいているため、最近になってこの動きが活発化しています。そんな中、巨人と日本ハムの間で電撃トレードが成立する可能性があると噂されています。実際、巨人と日本ハムは2024年のシーズン開幕前にも若林選手と郡選手のトレードが成立しています。そこで今回は巨人と日本ハムのトレードが行われた場合、それぞれのチームがどの選手を放出し補強を行っていくのかについての考察をしていきたいと思います。巨人が放出する可能性のある選手、今シーズンの巨人の課題といえば何よりも得点力の不足です。毎年ホームランを中心とした打撃を展開してきた巨人は2023年シーズンに12球団トップとなるチーム全体で164本塁打を記録しました。しかし2024年シーズンは以前の姿とは大きく異なっています。ランナーを出すことはできても思うようにチャンスを拡大できず、最後の一打が出ない状況が続いています。これには阿部監督も頭を悩ませています。交流戦開幕前までのチーム打率2割2分9厘113得点はいずれもリーグ最下位の成績でした。4月には球団ワーストを更新する13試合連続3得点以下を記録し、さらに5月にも10試合連続の3得点以下を記録しています。4月の13試合連続3得点以下の際にはピッチャー陣の踏ん張りもあって5勝5敗3分けで乗り切りました。しかし5月の10試合連続3得点以下では3勝6敗1分けと負け越しています。阿部監督は得点力不足について、いつか爆発してくれると思っていると我慢強く攻撃陣の復調を待つ姿勢を見せていますが、奮起をどう促していったらいいか教えてほしい、放っておいたらいいのか、昭和風に気合を入れた方がいいのか、でも打てない人は練習するしかないとぼやく場面もありました。さまざまな要因の中でもサードにコンバートした坂本選手の不振も指揮官にとって大きな誤算でしょう。つまり巨人がトレードで戦力補強をする際には間違いなく野手の獲得が最優先となります。日本ハムとのトレードの場合、日本ハムはピッチャーに課題を抱えているため、巨人はピッチャー陣を放出する必要があります。その中で巨人からトレード要員として放出される可能性があるピッチャーとして、まず2016年にドラフト2位で入団した畠選手が考えられるのではないでしょうか。畠選手は今シーズンはまだ1軍での登板はありません。1年目の2017年は13試合に登板し、主に先発として6勝4敗、防御率 2.99 とルーキーとして素晴らしい成績を残しました。しかし2018年は2月のキャンプ中に腰を痛め、治療と調整が長引き、2軍合流がその年の9月と大きく出遅れることとなりました。当時手薄だった中継ぎ陣を補うため、先発ではなく中継ぎに専念し、1軍に9試合に登板3ホールド、防御率 2.79 という成績でシーズンを終えました。2019年、畠選手は開幕から先発ローテーションに入りましたが、2試合続けて5回を持たずに5失点以上で降板したため、4月15日に2軍降格となりました。4月30日に中継ぎとして1軍に復帰したものの、5月6日に再び2軍で再調整となりました。その後7月18日に右肘の有利軟骨除去手術を受け、再度1軍に昇格することはできませんでした。2020年も春季キャンプ中の2月29日に右肩の肉離れで1軍から離脱し、シーズン中は12試合しか登板できませんでした。2021年には自己最多となる52試合に登板し、防御率 3.07、11ホールドと好成績を収めましたが、2022年には調子が上がらず、登板数は27試合にとどまりました。さらに2023年には右肘関節強視化クリーニング手術を受けたため、1軍での登板はありませんでした。2024年も1軍登板はないものの、2軍では23試合に登板した時点で防御率 1.14 と安定した成績を残しています。現在巨人のピッチャー陣の層が厚いこともあり、なかなか1軍での出場機会を与えてもらっていないようですが、今の日本ハムからしたらすぐにでも獲得したいと考えるほど魅力的なピッチャーではないでしょうか。次に考えられるのが2018年ドラフト1位で巨人に入団した高橋優貴選手です。1年目の2019年には18試合に先発し、防御率 3.19、5勝7敗とルーキーとしては堂々の成績を残し、将来に期待が寄せられ、その時のシーズンオフには内海選手が着用していた26番が継承されました。2020年は左肘痛により離脱し、1軍での登板は8試合に終わったものの、2021年には先発ローテとして27試合に登板し、防御率 3.39、11勝9敗とチームトップの勝ち星を挙げました。一方、2022年シーズンオフに故障で育成契約となり、2023年4月に支配下復帰を果たしたものの、プロ入り後初めて勝ち星を挙げることができませんでした。今シーズンもまだ1軍での登板はなく、ファームでは2試合に登板し1勝0敗、防御率 6.00 と本来の力を発揮できていないようです。しかし1軍での登板実績が豊富で、先発として2桁勝利を挙げた経験は他球団にとって魅力的な要素ではないでしょうか。さらに年齢も27歳とまだピークを過ぎていないため、移籍することで覚醒する可能性も十分に秘めていると考えられます。そして3人目の候補として考えられるのが、2011年にドラフト2位で巨人に入団した今村信孝選手です。1年目の2012年は1軍登板はなかったものの、ファームで14試合に登板し3勝1敗、防御率 2.63 を記録し、2013年もファームでの経験を積み、21試合登板で10勝3敗、防御率 3.45 の成績で最高勝率賞を獲得しました。その後は1軍でも登板する機会が増え、先発や中継ぎとして活躍していました。2022年には55試合に登板し、防御率 3.57、21ホールドという成績を残し、中継ぎ陣の中心選手として欠かせない存在となりました。しかし巨人がピッチャーを補強したことで、今村選手の1軍での出場機会は徐々に減少しています。2024年シーズンは3試合に登板し、防御率は 3.00 という成績を残していますが、ファームでは27試合に登板し、安定した投球を披露しています。左の中継ぎとしてすぐにでも1軍に昇格する可能性がありますが、現在の巨人には同じ左腕の高梨選手や大江選手が好成績を残しており、彼の登板の機会は限られているかもしれません。今村選手は1軍での活躍を希望していますが、むしろトレードされた方が他球団で登板の機会が与えられ、今村選手にとってもいいのかもしれません。今村選手ほどの実績があれば、トレードでそれ相応の選手の獲得もできるのではないでしょうか。巨人は80試合を終えて40勝35敗でリーグ1位ですが、2位の阪神、3位の DeNA、4位の広島とのゲーム差が僅差であり、A クラス入りが確実とは言えません。ピッチャー陣は安定していますが、依然として野手陣に課題があります。主力の坂本選手や若手の秋広選手、門脇選手が不調であることが懸念されています。今後はロースコアの試合でも勝ち切る能力が重要です。勝負どころで結果を残せる打者を増やすことが今後の鍵と言えるでしょう。では日本ハムが巨人とのトレードでどの選手を放出するか考えてみましょう。日本ハムがトレード要員として放出する可能性のある選手。一方で日本ハムを率いる新庄監督は、チームのピッチャー陣について言及することが多く見られます。日本ハムは78試合が終了した時点で36勝37敗でリーグ4位、3位とのゲーム差はほとんどないものの、1位とは大きく離れてしまっているため、2位争いに向けていかに勝ち星を積み上げられるかが A クラス入りへの鍵になってきそうです。新庄監督が不安視しているピッチャーによる自爆を避けるためにも、制球力の高い安定したピッチャーが必要になります。例えば4月7日に行われた西武戦では、上原選手が初回の先頭バッターから2者連続フォアボールを与える乱調を見せ、そこから3点を失い、結果的にチーム全体で11失点を喫し大敗しました。新庄監督は乱調の上原について、フォアボールではダメですねとコメントし、就任以来フォアボールを出すならホームランを打たれる方がいいと指示してきました。さらに試合直後に上原君はもう1回と2軍降格を明言しました。また新庄監督は別の試合でもフォアボールについて言及していました。6月8日に行われたヤクルト戦ではピッチャー陣がフォアボール絡みでホームラン2本を浴びて敗戦しました。新庄監督はホームランはいいんですけど、その前のフォアボールそこなんですよ、嫌な点の取られ方でピッチャー陣は反省してるでしょうと試合を振り返っていました。新庄監督は常にピッチャーのフォアボールについて言及しており、別の機会には特に先頭バッターへのフォアボールは避けるべきで、ストライクが入らないピッチャーは使い道が難しくなると指摘することもありました。一方で新庄監督はピッチャーがどれだけ失点してもフォアボールを出していなければ次回登板のチャンスを与えています。投手コーチの立山義則は新庄監督の采配について、極端な話ですけど監督はフォアボールが嫌いで盗塁されるのも嫌いなんですと説明し、加えてクイックモーションができたりフォアボールが1試合に何個以内であれば永遠に先発させると言ってくれるんですと明かしています。野球解説者の高木豊氏も、ちょっと深刻かな、ピッチャー崩壊から始まって打ててない、両方ちょっと力が落ちてきていると流れが悪い日本ハムの現状を指摘しました。つまり新庄監督は制球力のあるピッチャーを求めています。そして日本ハムが巨人の優秀なピッチャーを獲得するためにはそれ相応の打者を放出する必要があります。その候補として考えられるのが清水雄志選手と清宮幸太郎選手です。まず清水選手は2014年にドラフト2位で日本ハムに入団した捕手です。1年目の2015年には1軍出場こそなかったものの、ファームではチーム捕手の最多となる77試合に出場し経験を積みました。そして2016年は7月14日に行われたフレッシュオールスターゲームでイースタンリーグの選抜メンバーに選ばれ、9番捕手で先発出場し3打数2安打1打点とアピールに成功しています。2017年から徐々に1軍での出場機会が増え61試合に出場し、2018年には86試合、2019年には98試合とチームにとって欠かせない捕手として活躍するようになっています。2021年にはシーズン100試合に出場し、2023年は開幕から1軍に昇格しましたが、出場は32試合にとどまりました。そして2024年には田宮選手がレギュラーの座に君臨しており、出場機会を得るのが難しい状況かもしれません。6月11日には2024年シーズン初めてのスタメン出場し、マスクをかぶりピッチャーをうまくリードしています。巨人の阿部監督は現役時代キャッチャーとして多くの記録を残してきました。清水選手が阿部監督の指導の下でプレーすることでさらにリード能力が向上する可能性もあります。そして次の候補が清宮幸太郎選手です。清宮選手は2017年ドラフト1位で日本ハムに入団しました。皆さんもご存知のように高校時代には当時歴代1位となる高校通算111本塁打を記録し、注目の選手として大きな話題となりました。そして2017年のドラフトではロッテ、ヤクルト、日本ハム、巨人、楽天、阪神、ソフトバンクの7球団から指名を受け、高校生としては最多指名となりました。1年目から活躍が期待されましたが、2018年の合同自主トレ時に右手母趾季節骨骨挫傷し、オープン戦の際には限局性腹膜炎で緊急入院するなどのアクシデントに見舞われました。最終的には53試合出場、打率2割、7本塁打、18打点と期待以上の成績は残せなかったと言えます。その後も1軍と2軍を行き来するシーズンが続きましたが、日本ハムの新監督として就任した新庄監督から太りすぎと指摘され減量に取り組み成功。2022年シーズンには主力選手として起用され129試合に出場し、打率2割1分9厘、18本塁打、55打点というキャリアハイの成績を記録しました。ファンからは清宮覚醒かと期待されましたが、怪我に泣かされ翌年は99試合に出場し、打率2割4分4厘、10本塁打、41打点という満足できない成績に終わりました。今年も怪我で出遅れてしまい、現時点で29試合に出場し打率1割7分6厘、1本塁打、9打点という成績です。ファームでも35試合に出場し打率2割9分、4本塁打、16打点という成績です。今シーズンも怪我やサードへのコンバートなどがあり、思うように出場機会を確保できていない状況です。しかし6月18日の阪神戦では、代打の期待に応えるタイムリーヒットを記録しました。清宮選手の長所は何といってもその長打力です。これまで清宮選手はホームランが出にくい札幌ドームを本拠地としていました。エスコンフィールドに移転後は出場機会が減少しています。一方、巨人に移籍すると本拠地は東京ドームとなります。東京ドームはホームランの出やすさを示す本塁打パークファクターが 1.4 を超えており、他の球場よりもホームランが出やすい環境です。清宮選手が巨人に移籍すれば、ホームラン数を大きく伸ばすことができるかもしれません。また現在は本来の力を完全に発揮できていませんが、巨人への移籍や左打者の強打者である阿部監督からのアドバイスによって、とんでもないバッターに成長する可能性があります。また同学年で史上最年少の三冠王を獲得した村上選手と同じリーグでプレーすることは、清宮選手にとってもいい刺激になるでしょう。年齢もまだ25歳と若く、覚醒の余地が大きい選手です。日本ハムが清宮選手を放出するかどうかは疑問視されますが、巨人が適切なピッチャーを用意するならば、清宮選手の放出も可能性があります。電撃トレードの予想として、両チームの課題を踏まえると、巨人からは畠選手、高橋選手、今村選手、日本ハムからは清水選手、清宮選手のトレードが実現すれば、非常に興味深い展開になるかもしれません。いずれにせよ、巨人は投手、日本ハムは野手でトレードが成立しそうですね。トレードの期限は7月31日です。どのような結果になるのか非常に楽しみですよね。皆さんはどのような意見をお持ちですか？ぜひコメント欄で意見などをお聞かせください。あなたの意見や感想はコメント欄よりお待ちしております。